あの右側のところまで行きます。右奥。あ、あそこね。そう、あっち行ったらもう一枚岩になってるから、うん、なるほど。そこ行くまでが大変。うん、いやでもドキドキするな、やっぱ朝はなんかワクワクする。うん、朝はワクワクするのよ。どこから、どこから、あ、そっちからでもいい。あ、まあなるべく近く。よいしょ。やっぱアイゼン履いてると安心感はあるね。ね。あ、しんど。もうちょっと。なんか簡単なとこないんかいね。すげえ歩いたり。あ、来た。もうちょい。もうそう、もうあのでっかい岩。まあ、どこがいい？風がさ、こうだよね。そうだ、あっちが立つとさ、向かい風じゃん。そう、じゃあ、2人があそこに立って斜めに投げるから。じゃあ、当たるか。いいよ、いろいろ試してみたらいい。さあ、最地獄はジーグルの650。むずいな。今何、ホッパー？ホッパー？ホッパー？わ、ちょっと寒いね。ルアーが見えん。どこにおる？あ、おった。いい雰囲気あんのにな。どう、そこジグでやってるの深い？いや、10メーターぐらい。あってな。来た？
何来たんじゃない？引っかかったまさか。うわ来てる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 じゃん。気抜いたし、こうせこっちに回った。こいつじゃん、こっちじゃん。ちょっと手伝って待って。もちろん。ちょっと待って、どこどこどこ。やめてよ、逃がさんでよ。どこおる？ここだね。そうね、うわーどこで引っ張る。糸強いんやろ。強い。いやもうガチで引っ張れ、ガチで。もう浮かせ浮かせ。あー、おったおった。右側、今右行ける、コスケ。行け行け行け、右右右。オッケー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 。もうちょいもうちょいもうちょい。キングじゃね。あー違う、なにこれ。もう引っこ抜けるんじゃん。また切れたらやだな。あ、キングやん、キングやん。ちょっと待ってよ、キングやん。どこどこどこ、糸どこ。ここだ、ここ。もうちょい、いける。よいしょ、キングおった。やったね。おった、解いた解いた。あぶな、キングコウスケ。これは60いける。これいけないか。アウト。アウトか。あーでもやったね。やった、やったやった。おお、いいとこ入った。久しぶり。はあ、えオーストラリア初。あ、今回今回だから初めにほら。あっつったもんね。あっからやんな。おめでとう、おめでとう。サイズ的にはね、アウト。アウトか。やけどまあ一匹やがん。これちなみに何センチぐらい。55あるかな。50から50、55ぐらいか多分な。ここから10アップか。でもいるね。おるね。いろいろ続けてみたいや。俺やっといたるよ、これリリース。写真撮りたい。写真いいよ、写真撮るか。携帯ある。ういっ、来た、来てるやん、来てるやん、来てる。どこどこどこ。うわー、顔は1枚。あ、もう引っ込んけ引っ込んけ引っ込んけ。あ、ちっちゃい。あ、テイラー、テイラー。あ、これ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 テイラー。これがテイラーなの。うん、似てる。え、鳥っぽい。あ、じゃあそういうの鈴木みたいな。鈴木だけに。あ、これテイラー、初めて。おめでとう。ありがとう。これがオーストラリアの魚よ。ちょっと砂漠っぽい。ちょっと危ないから。ちょっとお願いして。ありがとう。テイラー出ました。これがテイラー。これがテイラーっていう。そうそう、これ来た時に釣った。ヒラマサっぽい。そうね。あのカツオ料理。いや、まあ、これ焼きにしたらうまいよ。あ、そう。これは持って帰る。うん、これはテイラー大丈夫、このサイズ。あ、大丈夫。あ、危ないね。ちょっと待ってね。うわ。うわ。足元悪いね。マジ？あの、腰ある。そうだよ。うう。来たね、2匹目。やったね。調子いいじゃん。ようやってた、この風の中。え、いや、もうだって、ね、そうね、せっかく来てるから。おめでとう。なん、あ、そうね、ここ行こう、一回ここか、ここ。いたたたたたた、ちょっと待ってよ。いたたた、指に。はい、ええよ、もうこれがテイラーです。2匹目テイラー出ました。ほら調子いいやん、トップ。厳しかった。風がすごい。長くても10秒ぐらいで待つの。10秒ぐらいで、長くてもじゃないと引っかかるよ、すぐ。おー、うわー、冷てー。なんかすごいの来たけど、冷てー。後ろ半分濡れた。コウスケ全濡れ。うわー寒い。疲れたね。まあ楽しかったね。時間は10時。何時間やった？3時間ぐらいできた。そう、3時間よかった。ああ、まあまあ
ヒラマサも釣れたし、オーストラリアの魚テイラー釣れたし、いやーまあシドニーから2時間半よかったんじゃないでしょうか。ということで今日はこれでおしまい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい。